はい、今回の動画は Windows10 で音量ミキサーを使ってパソコンの音量を調整する方法をご紹介します。で Windows10 の音量調整はマスター音量といってパソコン全体の音量を一括で調整をする方法とあとはですねソフトごとに個別に音量を調整をするやり方もあります。なのでで例えばですけども 何かパソコンで作業してる時にバックグラウンドで音楽を聴いたりだとかあとは YouTube の音声聞いたりとかラジオを聴いたりだとかしたいといった場合にバックグラウンドで聴いている音量だけを下げてですねパソコンの音量は下げたくないというケースもあると思います。そんな場合は Windows 10の音量ミキサーを使うとソフトごとの音量の調整ができるのでバックグラウンドで聞いてるものの音量は下げてパソコンのですねメインの音量は下げないという設定をすることができます。 それではまずその調整方法ですけどもタスクバーのところにあるこのスピーカーのマークですねでもしですねお持ちのパソコンのタスクバーのところにこのスピーカーのマークが表示されていないといった場合はですねこのタスクバーの何もないところでマウスを右クリックをしてもらってタスクバーの設定のところをクリックします。で次にこの画面を少し下に下がってもらうとこの通知領域というところにタスクバーに表示するアイコンを選択しますという項目がありますのでこちらをクリックをしてください。 はい、そうするとこの中に音量という項目があってこちらがオフになってるとこのタスクバーの通知領域のところにスピーカーのマークが表示されなくなりますのでその場合はこちらをクリックしてオンにしてこのスピーカーのマークを表示させてください、はい、では実際の音量ミキサーの設定方法ですけどもこのタスクバーのスピーカーのアイコンの上でマウスを右クリックしてもらうとこの右クリックメニューの中に音量ミキサーを開くという項目がありますのでこちらをクリックします はい、そうするとこの音量ミキサーのウィンドウが開きますんでまず一番左側のデバイスというのがこのパソコン全体の音量を調整をするところですね。でその右側にこのアプリケーションという項目があってこちらにですね現在そのパソコンで開いているアプリの一覧が表示されていると思います。 なので、例えばですけども、じゃあ今この Google Chrome でね、バックグラウンドでちょっと音声を流してるんで、こちらの音量を下げたいなといった場合は、この下のね、スライダーのところをね、下げてあげることによって、パソコン全体のですね、音量は下げずに、そのバックグラウンドで流してる音声だけを下げることができます。はい。といったことで、今回の動画では Windows 10で音量ミキサーを使って、ソフトごとの音量を調整する方法をご紹介しましたけども、最初にも言ったように、 バックグラウンドで何か音声を流しながら作業するといったときはですね、この機能をうまく活用してもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。